私、新須山健です。まあ、お隣にいるのは私、須山健と申します。わざわざね、今日名古屋から撮ってるんだけど、昨日ね、昨日はユニオンがあって、驚きの展開だわね。もうね、新ね、高木さん城のあの色の濃さったら、こっちで来たらね、でも最後に出てきたのが新松田慶三って、あれ楽しみだわね。でもそれにしてもやっぱ美穂ちゃんは相変わらずいいわね。まあなんかこう賢さの上にこう色気みたいなものをまとってるわね。でも私のイベントのチケットの売れ行きは最近どうなの？基本的に会場にいるときはチケット持ち歩いているので、リプライか声かけていただければチケットをお売りできますということでね。まあそうだね、まあ売れ行きもね、まあ美穂ちゃんにちょっと乗っかってる部分はあるけども、あ、皆さんね、でもちょっとね、最近ちょっと奥さんにちょっと美穂ちゃんに肩入れしすぎなんじゃないのってちょっと言われてる。そういうのもあるけど、まあ、そういったところ複雑な心境も含めてね、見に来てもらえればいいかなと思います。しかしね、今なり監督は最近やっぱ映画で忙しかったそうなのよ、俺たち文化系プロレスで出てた。あれはでも、まあ、プロレスキャノンボールのちょっとスピンオフみたいな感じ。やっぱスピンオフの方が逆にヒットしちゃうみたいな映画もあるからね、最近は。私やっぱ最近新橋の駅を過ぎるとちょっとある言葉を叫びたくなっちゃうんだよ。何よ、新橋の駅って何もないじゃん。無人在来線爆弾。無人在来線爆弾ね。シブゴジラ出てきちゃうのよね。いやもうね、DDT がついに最強ってきたわ、ね、やっぱこのさっきちらっと会場見たけど、本当はやっぱでかい。私が見てた時クラブアトムとかで100人前後の客船橋とかね、屋上とかだと普通に今メントをかぶった人が私たち何喋ってんだろうと思ったら、インディーのお仕事なんかじゃこんな枠ね、ありえないわ。ありえない枠、この人数だけで、スタッフの数だけで新規場が埋まっちゃうわよ。そんなとこなの、本当にどうすんの、あんたここで、あんた私なんか出入りできるのかしら。いや、私はちょっとパス持ってるからね、出入りできる。あんたちょっとそれ膝どうなってんの、あんた膝これはもうちゃんと12万円する。こういうの見ると高木三四郎がストックホルトみたいだっていつもつっかかってくるよ。あんた5分前に言われたよ、パスも5分前言われたよ。持ってこいなんて言ってるやついるんだ、そんなのいない、いるわけ、いるわけない、プロレスはいるわけないでしょ。こいつらなんか全員もうね、風俗なんか代なんか稼げてないんだから、もうやめなさい本当に。まあね、そんなね、チケット取り置き問題、取り置き問題あるかな、沸騰しましたけど、沸騰したわな。まあ頑張るプロレスのチケットもね、我々に送っていただけたらだと、そうね、思います。我々もね、すぐに返信するから。あれ即レスですよ、私はちょっと許せー、ちょっと待って、ちょっと待って、でん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 、なんだなんだなんだ、トマト、トマト、トマト、それ、カジトマトだろ。いや、ふざけんな。だからおい、お前らフロント側に言っただろ、お前頑張るプロレスで、え、インディージュニア、インディジュ佐々木、大輔俺挑戦させろっつって交渉しろっつっただろお前、お前ら須山えたちに言っただろお前、私たちは、私たちはただのフリーのライターなんだから、そんな権力があるわけないでしょ。そうじゃねえだろお前らが、最後女子プロレスも終わったんだから、どうなってんだその辺は。